こんにちは、シャイニージムです。今日はですね、先日ちょっと SNS の方で質問を募集させていただいて、それに答える形の動画と今日はなっております。で、まあ自分に対してのご質問だというふうに認識しているので、まあ、僕の視点からお答えすることになります。なんでこう広い視野で基本的には物事を捉えて欲しいと思っているので、まあ、僕だけの意見ではなく、まあ、いろんな人に聞いた方がいいと思うんですけど、今日はまあ僕の意見で答えさせていただきます。全部今回ね答えられるかわからないけど、まず1個目と、金土日しかジムに行けない場合、どのような分割の仕方でトレーニングすればいいでしょうか。やっぱりいろんな分割方法があるので、まあ、一概にこれっていうのは言えないんですけど、まあ、もし僕が今週6でトレーニングしてるんですけど、それがいきなりこう週3しかできなくなった場合の、まあ、答え方としては、引く系押す系で足とかで分けちゃった方がいいかもしれないですね。で、最近で言うと引く系は当然まあ背中になってくるんですけど、最近肩のサイドも引く種目になってるんで、それも入れちゃう。でリアも引く系に入ってくるんで、もうリア入れちゃうと。で、まあ、カールも打ち勝ってたらケーブルを引いたりする動きなんで、まあ、2度も入れちゃうという感じにして、でオス系だと、まあ、胸ですよね。胸ベンチ、インクラインベンチでショルダープレスまでやっちゃう。で、あとはフレンチプレスっていうのもプレスなんで3度もやっちゃうみたいな。で、あとはまあ足っていう風な分け方を僕ならするかもしれません。動作で分けちゃうっていうね。じゃあ2つ目、はい、減量末期でハイカーブをぶち込むとしたら何から取りますか。自分のおすすめはやっぱり餅ですね。まあ、経験上やっぱ餅はコンディションが崩れづらくて、しっかり次の日のエネルギーになるっていうんで、ただまあ絞りきれてないでカーブを入れちゃうのは僕は推奨してないんですけど、ちゃんともう誰が見ても絞れてる状態で、もう明日になったらもう痩せすぎちゃうっていう場合は自分はもう餅を食べるんですが、絞りきれてない状態では今やらないですね。その状態で食べる餅は何味でしたか。なんだっけあれ、みたらし味かな。リンゴジュースと醤油で煮詰めて食べるという感じですね。今お醤油だけの時もあるしね。そうだね、基本何でもいいからお餅ってことだね。餅だね。ライジングスターで写真撮っていただきありがとうございました。リアのおすすめ教えてください。リアはね、もういろんな種目があるんで、おすすめっていうのはこれといっていい子選べって言われても難しいと思うんですけど、自分の場合は横になってダンベルをこう、文字田さんがやってるやつはねすごい、お気に入りですね。エイト君にやった動画とか見てもらえばいいか。そうそう、概要欄に貼っとこうか。あれがなんでいいかっていうと、よく重量持った方がいいのか効かせた方がいいのかみたいなとこあるじゃないですか。これでも分ける必要なくて、重量持てば持つほど効く種目が一番いいんですよ。でそういう意味で言うと、あの種目は持った方が、ある程度重量持った方が効くからおすすめって感じですね。僧帽筋、チューブ、下部のトレーニングは難しいです、うん、多分どうやったらいいですかって感じだね。これ難しいっすよね。まあ、ケーブルローイングがあるジムだったらトライセプスロープつけて腕を開きながら胸の方に向かって引けば簡単に僧帽筋チューブは鍛えられると思います。大会に出たいのですが、ポージングはどこで学べばいいですか。ポージングはね、誰か講師、誰でもいいから、なんか選手やってる人に教わった方がいいですね。内田さんすごいけど忙しいもんね。そうですね、でも結構ポージング教えられる人って結構いると思うんで、例えば周りにコンテスト出場経験のある人がいたら、その人に紹介してもらうとかね、なるべく身近な人間からつてで聞いた方がいいと思います。ハイカーブを入れるタイミングを教えてください。ハイカーブを入れるのは基本的にはまあ絞り切れてからですね。絞り切れると今度体重が落ちながら良くなってくるのが、まあ基本減量中のあれなんですけど、どっかのタイミングでめっちゃ良くなるんですよ。あ、今日仕上がったかもっていう日を境に落ちながら悪くなる瞬間があるんですよね。そういう時にハイカーブを入れるっていうのが僕のやり方ですね。腕のサイズアップが見込めないときは、フォームとかができていないということでしょうか。そうですね、まず本当に発達していないかどうかを確かめた方がいいですね。ちゃんと測るなりなんなりっていうか、みんな結構発達してないっていう割には、本当に発達してないんですかって聞くと、いやでもちょっとはって言うんですけど、そんなもんなんですよ、発達のスピードっていうのは。だからまあ別に今自分がやってることが間違ってるって思うのではなくて、まあこれでも発達してるんだなと思うのも一つ手だと思います。夜の食事でまとめて脂質を取るという食事方法は増量目線ではいいのでしょうか。まあ、増量も減量も基本的にはやっぱり4食5食に分けて
あの PFC バランスを取って僕は食べてますね、一応。だから脂質を夜だけにこうぶち込むとか、そういうなんか基本的にバランス悪いようには取らないようにしてますね、僕の場合は。なんで、まあ基本は PFC バランスの取れた状態で取るっていうふうに考えてます、僕は。はい。レバーを食べていますが、牛や豚は食べないのですか？豚は食べますね。だから牛はあんまり体に合わなくて、まあ、食べてもいい反応が起きないので、まあ、牛は食べないですけど、豚は食べますね。最近は豚のロースの脂身を取ったとこ食べてますね。うん、豚はなんかいいですね。筋トレ初心者です。増量期において心がけていることはありますか？自分のトレーニング強度に見合った量だけ食うっていうのは一応心がけてますね。そうするとまあ、食べてもそんなに体重増えないんですよね。ただまあ、まあ減量終わった瞬間とか増えちゃうかもしれないですけど、まあ減量終わってある程度2ヶ月ぐらい経ってるのにどんどん体重が増えてるっていうのはただの運動不足なんで、まあ、基本足りてればいいんですよ。オフは。運動よりも食べてるってことは相対的に運動不足なんで、まあこう下げるか運動量上げるかっていうふうに今することをお勧めしてますね。増量幅はどのくらいが理想ですか？いろんな考え方があるんですけど、一番の理想は脂肪を全くつかずに何十キロも増量してるわけじゃないですか、本当は。で、これが一番の理想だとして、まあ、無理ですよね。一番の理想はじゃあ無理。ってなった時に、じゃあその、筋肉2キロだったら1年間つけられるのか。って言ったら、まあそれは可能だと思うんですよ、頑張れば。ってことは、まあこの2キロ増やすために脂肪10キロつける必要あるのかっていう話なんですよね。で、僕の場合だと、現実的にまあ1年に2キロつけば、現実的に一番マックスいいパフォーマンスなのかなと思うから、まあ6キロ7キロ以上は増やしても減量が辛くなるだけなんで、まあ結果的に6キロとかになってると思いますね、毎回。トレーニングベルトかパワーグリップかどちらかしか買えないとしたら、あざみさんどちらを買いますか？自分はパワーグリップですね。なんでかっていうと、ベルトつける種目って基本的にスクワットとデッド以外は自分はあんまり効果ないと思ってるんですよ。ベルトって結局腹圧をかけるためにまあかけるというか、腹圧ってまあ自律的にかかるもんなんですけど、何て言ったらいいかな、まあとにかくデッドとスクワット以外で巻かないんで、まあ今このこっちグリップ、うん、グリップはやっぱりね、あらゆる種目で使ってるんでっていうことですね。あざみさんが使ってるのはゴールドのやつ、あれ高いけど持ちがいいですね、すごいね。まあ他にいいメーカーがあるのと思うんですけど、自分はもう信頼してるメーカーから毎回買うようにしてますね。冒険はあんましないっていう感じで。腹筋がもともと小さくて溝も浅いのですが、鍛えても溝が深くならなくて困ってます。でもなんか二頭とか例えばめっちゃ鍛えて胸鍛えたりして大きくなるじゃないですか。で、腹筋だけがそうならないってことは、多分ちゃんとした種目でやれてないのかなっていうふうに思うんで、それをやればね、もちろんつくと思いますね。あざみさんの腹筋はもともとどうでしたか？僕もそんなに実は腹筋がボコボコしてるタイプではなかったんですけど、まあフィジーク競技に移行してからはもうこれやらないと絶対勝てないだろうっていうことで、もうちょっと涙出るくらいアブローラーやったりとかして無理やりこう発達させてきたっていう経緯があるんで、まあやっぱりアブローラーやってますかっていうことですよね、そこは。だって確かにあなたも2年前ぐらいの写真と比べても今違うもんね、腹筋。うん、やっぱり立ちコロは やればやるほど荒れる気がしますね、僕目線で言うと。低回数より高回数の方が筋肥大する人の割合が多い気がするのですが、あざみさんの考えはありますか？そうですね、まあ自分も結構高回数で今までやってきたんですけど、たまに5RM とか 6RM 入れるとね、いいっちゃいいですよね。ただまあ自分のやっぱタイプで見て、その2割はだから自分のタイプに合わないものをやった方がいいかなと思いますね。なんで自分の場合だと最後の種目は最近はその 5RM とか 8RM でやる種目を一応やってます。そうだね、肩トレの最後にショルダープレスバーベル入れたりするもんね。ベンチプレス入れたりとか、まあ、腰調子よければデッドやったりとかしてますね。じゃどっちかっていうよりどっちもって感じですね。絶対どっちもやった方がいいですね。やっぱりその高回数だけとか低回数だけっていうよりは、どっちか8割やって合わない方2割やるみたいな、じゃあやった方がいいのかなって最近は思ってますね。炭水化物の取り方で意識していることはありますか？トレ前後を多くするなど。ないですね。基本的に体重が落ちてない限りエネルギーっていうのは足りてるんですよ。なんで
まあ、翌日から比べて例えば 500g とか落ちてたらもうとにかくその瞬間食いますね。なんですけど落ちてなければ別にエネルギーが体内にあるっていう証拠なんで、あの別にトレーニング前に食べなくてもキングリコーゲンは十分にあるっていう証拠なので、その朝起きた体重があればね。なんで別に直前になって食べることってのはないですね。体重で判断します、その日の朝もね。 YouTube でいうお肉の 200g などは焼く前ですか？あーそうですね焼く前ですね。腹筋は他の部位のトレーニングでも鍛えられると言いますが、腹筋メインの種目も行うべきですか？よくなんか他の種目で腹筋鍛えられるっていう人いるんですけど、主要筋っていうのはその動作に対して1個か2個ぐらいしかないんですよね。だから腹筋は腹筋やらないと当然つかないし、アームからやるから二頭がつくわけで、ボディービルってそういうもんなんですよ。要はその筋肉の動作に負荷を乗せるから発達するわけで、ついでに発達するなんていうことはあんまないんですよね。自分の経験上やっぱりボコボコさせていくってなった時にアームカールやってハンマーカールやってリバースカールやるからこの辺の、ね、筋肉がつくわけで、アームカールばっかやってる人がやっぱここのカット出るかっつったらやっぱ出ないし。じゃあアブローラー、アブローラーだよね結局自分の場合だと。スクワットで腹筋使うっていう人いるけど、腹筋の際と逆の動きしてるわけですね。体を起こすってことやってるわけだから、それは違うでしょう単純に、うん、思いますけどね。はい、ネガティブを意識しない理由、まあ、今の考えで言うと、下げてる時って何の筋肉も作用してないんですよ。上げてる時に作用するから、筋トレでダンベル持って上に上げてる時っていうのは二頭筋の作用をしてるわけですね。で下げてる時っていうのは何も作用してないんですよ。だからそこで力入れても上げてる時より弱いでしょっていう単純な考え方ですね。であとはやっぱりネガティブで耐えてる時に、あの関節が痛くなったりとか他の筋肉に力が入ったりするっていうことが分かってきたんで、まあ、完全に耐えないっていうわけじゃないんですけど、まあ、あんま耐えないっていう感じですね。大会直前の、調整方法を教えてください。直前に調整することはもうないですね。なんなら僕の場合だと90日間から100日間ぐらいの減量するんですけど、まあ、それを全部調整してるんで、直前に調整してなんとかなるんだったらもう初日からやった方がいいですよっていうのが僕の考えなんで、逆にもう2週間前とかに仕上がってなかったらもう諦めます、うん、もう何やっても無理なんで。なんでまあ直前に調整するってことはしないですね。バリバリの質感になるにはやはり緊張時間が鍵になるのでしょうか？バリバリの質感はいろいろ考えたんですけど、まあそれ食事がやっぱ作ってんのかなっていうふうに思いますね。一つはなんでトレーニングっていうのはバリバリの筋肉とぷよぷよの筋肉ってないんですよ。筋肉ってバリバリなものなんですよ、もともと。なんでそれを最大限に生かしたトレーニングを、筋力を最大限に生かしたトレーニングをすることですよね、まずは。で食事でシェイプさせていけばバリバリになるんですけど、バリバリになるトレーニングっていうのは存在しないんで、やっぱりあのいいトレーニングといい食事でバリバリになるっていうのが今の自分の意見ですね。減量で停滞した時カロリーは落とすべきでしょうか？4日ほど停滞しております。これはやっぱり僕の場合だったら落としちゃいますね。ただすげえバリバリに仕上がってる時っていうのは落とさないでもやっぱ絞れてる時ですね。でその結局トレーニングがうまくいかないから停滞するんですよ。もう最初から最後までトレーニング調子いい時っていうのは、体重は停滞するけど仕上がりはやっぱ停滞しないんで、僕の場合だとやっぱりそのカロリーを下げなきゃいけない状態にしないようなオフを作りますね。ただ先ほど言ったようにうまくいかなかったらカロリー下げます、泣く泣く下げますって話。食事に日々取り組んでいく中でどれくらいの期間で実施したことの効果を見ていますか？減量中とか敏感な時はもう翌日にはもう体に出てくるんでそこで見ますけど、増量とかの時っていうのは結構長めに見ますね。1週間ぐらいは見ていると思いますね。それもやっぱ体重で見て、体重って毎日毎日結果が出るものなんでそこでまあ判断しますけど、減量中っていうのは2日ぐらい見てダメならもうそれはやらないっていう感じにしてます。いい時は逆にもう次の日には良かったりもする時もあるんで、そういうのはしばらく続けますけど。筋トレしても血管が浮き出てこないのは脂肪が多いからでしょうか、それとも体質ですか？血管が浮き出る浮き出ないに関してはどうなんですかね。筋肉のバリバリ感と同じで、筋肉が充実していれば血管も充実しているわけなんですよね。なんで栄養不足で筋トレしても出てこないので、しっかり栄養をとってしっかりいい筋トレをすれば、まあ誰でも出るんじゃないかなとは思いますね。オフシーズンでも食事管理はしっかりしていますか？もちろんです。オフの方が大変です。オフの方が食事管理は大変ですね。
沼とマグマは今食べたりしてますか？もっといい食事になってたりしますか？沼とマグマに関してはボディービルダーにはあんま今は進めてないですね。結局あれって要はかさ増ししてるだけなんで、あの少ないエネルギーを膨張させて食ってる状態なんですけど、自分とかになってくるともう減量中でも2800とか3000食べる時もあるし、増量中だとまあ3500以上食べるんですけど、そういうの食ってたら食い切れないんですよ。だからなるべく、少なく栄養がたくさん入ってるっていうような思考に今変わってきてるんで、ちょっと真逆ですよね。で沼で減量してるってのはサイズ残んないので、あの痩せていくだけなんで、まあボディービルダーはやんない方がいいです。ただまあ一般人もう全然運動してないような人はもう沼でも何でもあのカロリー減らさないと、まあ、体重落ちないんで、まあ、そっちの世界の人は全然いいんですけど、まあ、アスリートとかボディービルダーってなるとまたちょっと違うと思いますね、今の意見で言えば。ダンベルプレスで右が余裕なのに左が先に限界を迎える場合、左の限界に重量設定するべきですか？これなんか何でもそうだと思うんですけど、まあ、強い人間に合わせるから自分が強くなってくるわけじゃないですか。ボディービルダーもトップ選手を目指すから上に上がっていけるわけで、弱い方に合わせてもあのあんまいいことないんですよ、どの世界でも。だから自分は常に強い方に合わせてやってるんで、まあ、左が潰れちゃっても2回できるのはやりますね、自分は。なんかよくわかんないんだけど、なんかボディービルダーもさ、強みがあるとさ、なんかそこ削れとか言う人いるじゃん、要はバランスが悪いからとか言って、うん、自分は全く違くて、強みは最大限に活かすんですよ。強みは常にまあ常にこう強い状態にしておく。で弱い方っていうのはそれに合わせるしかないんですよね。で強い方を削っちゃった時点でもう勝てないんですよ、今のボディービルとかフィジークのレベルっていうのは。だからまあ自分の個性を最大限に活かして、なんとか絞れたりとかなんとか仕上がるっていうのが僕の感想なんで、まあ強みは常に強いままやっといた方が自分はいいと思ってますね。夜どうしてもお腹空いた時どうしたらいいですか？食ってください。普通に食ってください。減量中だったらでもいいんじゃない？だって辛いんでしょ、うん、食べていいじゃん。それは俺別に辛くないから、減量中腹減っても食わないけど、辛いなら食いますし。よく私にも言うよね、食べればいいじゃんって。普通に食べればいいじゃんとしか思わないですね、そこに関しては。普段3000キロカロリーで減量、2500にしてもなかなか絞れてきません。どうすればいいですかね。減量初めてです。減量初めての場合は、もう2000切らないと絞れない場合がやっぱ多いですね。でも本当きついですけど、まあ1800とか2000を、まあ2、3ヶ月続けて、最初の減量でしょ。それは多分そうしないと絞れないと思うんで、まあチャレンジしてみるのはありかなと思いますね。今度ひろもとくんの減量レポートでもやるよね。そうですね、現実的にはまあ削るしかないですね、最初は。それを見ていただきたいですね、うん。筋トレ始めてから初めて大会に出ようと思うのですが、初心者におすすめの減量食ってありますか？まあ、初心者も上級者も実は減量中って差がないんですよね。まあ、肉食って、まあ、脂身の少ない肉食ってで米食ってでなんか良質な脂質を取る。でこれはもう変わらないですね、上級者も初心者も。上級者だからといってなんかこうハンバーガー食いながら減量するってことも多分そんなないですし、まあ、初心者だからといってなんだ豆腐だけ食うってこともないんで、基本的にバランスのいい食事はオフでもオンでも取った方がいいんですけど、その量ですよね。量がトレーニングいっぱいする人はちょっと多く食べるし、トレーニング量そんなしない人は少な、より少なくするっていうだけだと思いますね。減量で脂質をほぼ取らないのですが、不調がなければ無理に脂質を入れる必要はないですか？そうですね、まあ不調があるないっていうよりはトレーニングのパフォーマンスが脂質取った方が上がるんだったらやっぱ取った方がいいですね。ただまあ脂質取らなくてもトレーニングのパフォーマンスが落ちなければ全然取る必要はないのかなっていう。でもそれもやっぱオフのパフォーマンスと比べてなんで、オフですごい調子良かったんですけど、まあ減量中上がり抜いたらちょっとその時よりは調子悪くなったって言ったら多分その抜いたものが原因になると思うんですけど、抜いても全然できるっていうなら多分問題ないかなと思うんでいいと思います。そこはトレーニングオフの日は食事の量変わりますか？変わらないですね。基本的にオフでも体を休め、いや回復させるときにエネルギー使うんで、そこで抜いちゃうと翌日のトレーニング結局力出なかったりするんで、自分は同じカロリーをずっと取ってます。逆に言うと取りすぎる日もないんですよね。取りすぎる日もないから、取らなさすぎる日も作らないっていう
まれになんかすげえ食いしてるじゃないですか。そういう人はどっかでやっぱマイナスを作らないとうまくいかないと思いますね。醤油やみりんなどの調味料もこだわってますか？甘みは何を使いますか？佐藤さんからです。これに関しては無添加ですね、自分の場合。だ要はその人工甘味料と言われているものとか香料って言われているものは取らないです。それなぜかというとむくむしコンディションが落ちるしいいことがないっていうね、あの自分の体だとそういうふうに出るからですね。甘みはリンゴジュースの香料なしはあの赤ちゃん用がおすすめですね。そうだね、あれ売ってないよね最近ね。なんか3つセットとかで売ってる、うん、子供の絵が描いてるやつね。そうですね。まあでもそれをじゃあみんなに勧めてるかって言ったら全く、皆さんはもう好きに甘いもん食べていいと思います。これ最後にしますね、はい、バーベルを握るときに順手と逆手でどういう意図で分けていますか？狙いたい部位によってじゃないですか。それは例えば広背筋下部狙いたいなら多分逆手の方が都合いいですし、でリバースカールだったらそこにしか効かないね部位がありますし、逆手で持つなら上腕二頭筋ですし、ただそれだけのことですよね。部位が部位を変えたいからですね、トレーニングする部位を。肘を曲げるっていう動作でも順手と逆手でこうやってやってみたら分かりますよ、全然違う時効きますから。でその効く場所に合わせて変えてるってことですよね。そうそうそう、という感じで、まあ、なるべくシンプルに答えるようにしてるのであまり細かくは答えてないんですけど、まあ、シンプルな答えが一番ね、あのまずは大事なんで、そこからまあ応用して皆さんなりにあの違う解釈で筋肉大きくなってくれればいいなと思いますので、ぜひ、ね、今回はあの、ね、全部は答えられてないんですが、はい、また何かの機会に。そうですね、もっとあの知識のある人に答えてもらう場合もあるかもしれないんで楽しみにしてください。ありがとうございました。